えなんかもうめっちゃ豪華なイメージですなんか家でややする時と全然違うじゃないですかなんか鏡張りだったりするじゃないですか天井も鏡ですかみたいな, <laughs> なんかそういうのいいですよねエロって思います正常位とかしてる時にあこの人の腰使いってこんなんなんだって見れてすごい楽しいですそれが。 あの、お風呂に一緒に入るときに、せっかくだったら泡風呂しようって言って、泡風呂をしたんですけど、で、彼が先入ってて、私が、あの、後に入ったんですけど、なんか、わーって声聞こえて、何かなーと思って <laughs> あの、見に行ったら、なんか、もう、部屋一面、風呂一面泡だらけで、もう開けたら、泡が出てきちゃうぐらい、の中に、<laughs> 彼氏が、本当にこうやって口だけ埋もれてて、 これ家だとできなないいいから楽ししって思いましたすごい思い出 <laughs> ではここで栗山理央のエピソードクイズです問題です私栗山理央が自分のことをエッチだなと思う時っていつでしょうか正解はこの動画の概要欄をチェックしてくださいそしてラブホの湯も見てね